はいどうも、金太です。今回はですね、Apex Legends とハイパースケープのね、ゲーム性などの違いについてお話ししていこうかなと思います。もしこの動画が面白いなとか、役に立ったと思った方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、じゃあまずね、項目に分けて説明していきますので、まずその項目を一気にいっちゃいます。丸1、勝利条件の違い。丸2、キャラの動きでの違い。丸3、エイムの質での違い。丸4、アビリティ面での違い。最後に、Apex の何を改善して、ハイパースケープというものができたかお話ししていきます。はい、丸1、勝利条件での違い。まず Apex は最後のワンチームを決めなければいけない。で、その過程で必ず実行しなければいけないことがあるんですよ。それは敵チームに打ち勝つということなんですよ。打ち合いを制さなければ Apex は絶対にチャンピオンを取れない。どこかしらのタイミングでワンチーム、例えばポジション取りたかったりすると、どっかで打ち勝たないといけないんですよ。しかしハイパースケープでは最後に王冠を45秒所持したチームが勝つ、もしくは敵チームを全滅させると勝利なんですね。それがハイパースケープの勝利条件なんですよ。で、もし8チーム残っていても自分たちのチームが王冠を45秒、クラウンと呼ばれる王冠を45秒所持したら自分たちのチームが勝つんですね。ですので選択肢によっては打ち勝つという作業自体が必要がないんですよね。そこが勝利条件での Apex との大きな違いですね。ですのでハイパースケープは最後の最終アンチの瞬間だけ一気に他のバトルロワイヤルとは違うものになるんですよ。まあ全バトルロワイヤルでそうなのですが、今までの全バトルロワイヤルは共通の敵というものが作りづらかったんですよ。なぜかというと、例えば3チーム残っていたら2チームに対してプレッシャーを、自分たち以外の他の2チームに対してプレッシャーをかけ続けなければいけないという状況が多く発生するのがバトルロワイヤルの常識だったんですよ。しかしこのゲームは、例えば3チーム残っていた。で、3チームのうちの1チームがクラウンを所持していた。そうなると、他の2チームはクラウンを所持しているチームを潰しに行かなければいけない。つまり共通の敵というものができるんですよ。ここが今までのバトルロワイヤルにはなかったことですね。共通の敵ができる。なので、4チームとか残っていたら簡易的に9対3の構図が出来上がるんですよ。で、もしその9の敵チーム同士が争ってしまったら、クラウンを所持しているチームが勝ってしまうので、ゲーム性的には絶対的に協力しなければいけないという関係なのですよ。残りのクラウンを所持しているチームはその他のチームをどううまく裁くかということを考えなければいけないんですよ。例えばハックの動画を紹介したのですが、ウォールを使って味方をうまく守ったりとか、マインを設置して敵の経路を塞いだりとか、そういった工夫が必要になってくるんですよ。ここが他のゲームとの大きな違いだと思います。共通の敵ができる。まあ、Apex との違いなんですが、共通の敵が簡易的に9対3などが作られるっていうことが大きな違いですね。はい、丸2、キャラの動きでの違い。Apex では主に個人のキャラコントロールスキルが高くないと打ち勝てなかったり、建物の上に登れなかったりするんですよ。しかし、ハイパースケープはアビリティプラスキャラコントロールができるので、個人のキャラコントロールスキルが高くなくても、どんな建物でも登れるわけなんですよ。基本的に。そのキャラコントロールでのね、違いについて、感性の法則などですね。まず、Apex でのキャラコントロールですね。Apex は、一応感性の法則があるため、急に真後ろにスライディングはできない。で、もしくは、スライディングをした後にもう一回スライディングすると、若干の硬直がある。ですので、だからめちゃくちゃにキャラコントロールができるわけではないんですよ。ある程度の制約の上にキャラコントロールができるということなんですよね。そこが Apex の面白いところでもあり、難しいところでもあるというわけですね。しかし、ハイパースケープでは、感性の法則が基本的にガン無視なので、急に真後ろにスライディングができます。例えば、2段ジャンプ、北に向かって最初のジャンプをします。2段目のジャンプは南に向かってできます。なぜならば、感性の法則が全くないからです。ハイパースケープの少し難しいところは、頭が柔軟じゃないと、ハイパースケープではルートが見えてこないんですよ。っていうのも、そこの建物に行くまでのルートが何個もあるのに、選択肢が一つしか見えてないと、それだけ不利になるんですよ。なぜかというと、敵に読まれやすいからなんですよ。選択肢が狭まれば狭まるほど、敵に読まれちゃうゲームなんですよ。だからこのゲームで、キャラコントロールを練習する上では、基本的にクリエイティビティでなければいけないんですよ。Apex と違って。Apex はもうある程度のオーソドックスなキャラコンが決まってるのですが、このゲームは全くないんですよ。なぜなら感性の補足がないから。どこにでもいけるから。だからもしキャラの動きをキャラコントロール練習するときは、よりクリエイティビティに練習するようにしましょう。はい、丸3。エイムの質での違いですね。まず Apex では結構 OEM が大事じゃないですか。ブレがかなり
目がかなり違うため、その同じように追っていっても当てられないよって方はね結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。ですのでエイペックスは武器のブレプラスアルファ OEM だから、頭の中で武器のブレを考慮しつつ OEM しなければいけないという結構ね難しい仕組みになってるんですよね、打ち合いの質が。ですがハイパースケープはそういった武器のブレなどはほぼほぼないです。唯一リッパーという武器が縦ブレが少しある程度で、それ以外の武器はほとんどノンリコイルですね、爆発系の武器も含め。でプラスアルファエイミングの質が少しだけバロラント寄りなんですよ。それは腰打ちでの安定性というところでね大きく出てるんじゃないでしょうか。腰打ちでの安定性がかなり高いゲームですね。ですので今までの FPS はリコイルコントロールプラス OEM とかそういうものが必要だったんですが、このゲームはどっちかっていうとそういうのよりフリックエイムなど競技エイマー、ブレがないゲーム、例えばコバークスなんてやり込んでる方はかなり有利に働くゲームですよね。純粋にエイムの力が出やすいっていうゲームですね。フリックの質、OEM の質、それが丸々出てしまうゲームなんですよ。エイムを鍛えれば鍛えるほど成果として現れるゲームなんですよ。エイペックスはある程度の距離は覗いて撃つことが必須なんですが、このゲームはある程度の距離でも覗かなくても大丈夫というゲームなんでね、そういった面でもバロラントに結構似てるんじゃないかなと思います。アビリティ面での違い、まずエイペックスはキャラごとにアビリティアルティメットが存在するのでなかなかね面白い仕組みだとは思うのですが、それゆえに使いにくい場面というのがね存在するんですよ、間違いなく。なんならアビリティとかアルティメットを使わずにダウンするなんてこともね結構経験があるんじゃないでしょうか。しかしハイパースケープはまずアビリティ自体のクールダウンが20秒などいくものは一切ありません。多くても12、3秒。なのでクールダウンという面ではエイペックスよりもかなり早いですね。例えばエイペックスのレースのクールダウンは以前は35、6秒だったかなでしたが、このゲームでの例えばテレポートとかインビジブルのクールダウンは7、8秒なんですよ。で最大までレベルを上げればなんなら5秒なんですよ。5秒に1回テレポートが使えたり、5秒に1回スラムというスキルが使えたりするんですよ。でしかもキャラごとのアビリティが存在しないんですね。ですのでアビリティの組み合わせは自分次第で、現在9種類のハックと呼ばれるアビリティがあるのですが、その組み合わせは36通りの組み合わせが作れるんですよ。ですのでキャラに左右されずに自分自身で使いたいアビリティを組み込んでカスタマイズできるっていうのがねアビリティでの大きな違いじゃないでしょうか。あとクールダウンが早い関係上アビリティの使用頻度が Apex の5、6倍以上、だいたいそのぐらいですね。僕がこのゲームをプレイした上で Apex の動画と比較したんですけど、アビリティ本当に7、8倍ぐらい使ってたので、そのぐらいアビリティを多用するゲームです。ですので Apex との大きな違いはアビリティの使用頻度とキャラクターに左右されずにカスタマイズができるというのがね大きな2点でございます。はい、丸5。 Apex の何を改善してできたか。まず序盤の武器ガチャですよね。 Apex において例えばハンドガン対マスティフなんて序盤よく起きうることですよね。でどんなに強いプレイヤーでも超弱いハンドガン VS マスティフだったら基本的には勝てないです。それほどまでに Apex においての武器の性能は圧倒的に違うんですよ、武器ごとに。しかしハイパースケープでは序盤の武器ガチャは一切起こらないんですね。というのも基本的に漁るものが5つしかない。メインウェポン、サブウェポン、メインハック、サブハック、あと弾薬、その5つしかないので1つの建物を漁ったら基本的にアイテムが揃います。ですので序盤の武器ガチャは起こり得ないです。テストプレイをして1回も起こってないので 僕自身が。なので序盤の武器ガチャは絶対起こり得ないので、そこはイライラする必要がないのでご安心ください。で次、アビリティがたまらないね現象などね Apex でよく起こりませんか。例えばレースの虚空とかね、パスのグラップルとかね。ですがハイパースケープでねクールダウンがかなり短いのでアビリティがたまらない現象はね基本的に起きません。アビリティ使いたいのに使おうかな使おうかなって悩む必要性すらないんですね。クールダウン早いし、なんなら逃げスキル2個を装備しちゃえばいいんでね。アビリティがたまらなくてイライラするのを改善したという形ですね、ハイパースケープでは。で漁るものがこういう風に多いと部隊の行動に個人差が生まれてしまうんですよね。例えばワン部隊倒して次の部隊に移動しよう、次の場所に移動しよう、そういった時に遅い人が一人でもいると部隊での距離が離れてしまうんですよね、部隊間での。その時に前にいたプレイヤーが敵との戦闘を始めてしまうと、アタッチメントをね漁っていた味方が来れないなんて場面もありますよね。そういった時やっぱりね物資が整ってる味方はどんどん前に行っちゃうじゃないですか。ですので部隊の行動に個人差が生まれるってことはね Apex とかね PUBG ではよくあることだと思います。しかしハイパースケープでは基本的にデスボックスというものは存在しないんですよ。倒された敵はアイテムをその場に散らばせるんですよ、散乱させるんですよ。で
死体ごと消えていく。その場に敵が倒された地点に残るのはメインウェポン、敵が持っていたメインウェポン、サブウェポン、メインハック、サブハック、弾薬と、あと味方を起こすためのリスポーンビーコンが落とされる。この6つなんですよ、落とされるものは。なのでパッと見て自分が欲しいものかいらないものかが判断できるんです。敵を倒した時の物資漁りがかなり簡略化されます。アタッチメントなど漁るものが多すぎて部隊の行動に個人差が生まれるというのはね、こういった部隊ごとの行動においてもエイペックスのダメな部分だった場所を改善してできています。なのでエイペックスでよく起きていた部隊がバラバラになるというね現象がハイパースケープでは起きにくくなっております。次に必ず打ち勝たないと勝てないという点がね改善されています。これは人によって意見がバラバラだと思うのですが、個人的には初心者や打ち合いが弱い、頭はいいけど打ち合いが弱いプレイヤーにとっては非常に嬉しいことなんじゃないかなと思っています。やっぱり今までのバトルロワイヤルを全部見ていると打ち勝たないと勝てないというのが常識ですよね。でもやっぱり始めたての方がいきなりバンバン打ち勝っていくっていうことは少ないんじゃないでしょうか。打ち勝つための練習をしないと勝利の味を味わえない。それってどんどんライト層が逃げていく原因なんじゃないかなと個人的には思っています。ですがこのゲームではハックのクールダウンが短い、プラスアルファ感性の法則をガン無視したキャラコントロール、この2つがあるので初心者の方でも気軽に楽しめる。なんなら倒された後にエコーと呼ばれるゴースト状態になるじゃないですか。その時に打ち合いではなくキャラコントロールの練習ができるので、その際に練習したキャラコントロールを次の試合でクラウンをダッシュした際に活かせるというね形になっているので、非常にね勝つための練習を試合中にしやすい。倒されちゃった後観戦画面を覗くだけなんてさすがにつまらないじゃないですか。だったらその間にキャラコントロールを練習した方が僕はいいと思うんですよ。結構ライト層が入りやすいゲームなんじゃないかなと思います。確かに上級者と初心者の差はかなり開くと思うんですよ。でも必ずしも勝てないわけじゃないという環境なんですよ。そこがすごいいいところだなと思いました。今までのバトルロワイヤルのちょっと嫌だなーって思っていたところが改善されているので、非常に期待できる作品なんじゃないかなと思います。こんな感じにね、エイペックスや他のバトルロワイヤルとの違いについてまとめていきました。もし面白かったらチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。ハイパースケープでお会いしましょう。キャラコントロールの動画やアビリティの動画などもね結構上げてるので、ぜひとも見てってください。じゃあバイバイ。